浜松市でゴミ拾いとジョギングを組み合わせたユニークなスポーツが行われました。浜松市中区と西区にまたがるサナル湖で行われたのは、ゴミ拾いを意味するプロッカップとジョギングを合わせたスウェーデン発祥のスポーツ、プロギングです。サナル湖のゴミゼロを目指すプロギング浜松が主催し、今日は8人が参加しました。後半には川から流れ込んだり捨てられたりしたプラスチックのゴミが目立ち、参加者はジョギングしながらゴミを見つけ、3時間で重さ18キロほどのゴミを拾いました。ゴミ問題解決していくためには、捨てない運動と拾うっていうことが大事なんですけども、地球の健康にもいいですし、参加者の心身の健康にも寄与していきたいな。このプロギングは来月浜松城でも行われる予定です。